い、皆さんこんにちは。今週も始まりました FM 那覇かなさんど with おしりとバベルの時間です。この番組はフィットネスをもっと身近に感じてもらい、少しでも多くの方に興味を持ってもらうため、フィットネスについて楽しくお伝えする番組となっています。この番組はスポーツ栄養サプリメント会社アルプロン、高タンパク低カロリーの肉料理専門店菊肉、石垣島の歌と料理の店あっぱりさんの提供でお送りします。かなさんど with おしりとバーベル、メイン MC を務めます浦添市実着のサロンのシャルムというエステサロンでトータルビューティーアドバイザーをしています、かなさんこと小橋がかなえです。よろしくお願いします。そして一緒に番組を盛り上げてくれるのは、マインドボディ沖縄のパーソナルトレーナー兼カウンセラーのさっくーこと佐久川正幸。はい、お願いします。そして今日は素敵なゲストにも来ていただいております。後で後ほど紹介したいと思います、はい、本日はこの3人で楽しく番組を進めていきたいと思います、はい。高タンパク低カロリーの肉料理専門店菊肉です。菊肉はトレーニングしている方、ボディーラインを維持したい方、ダイエットをしたい方に喜んでいただける高タンパク低カロリーの肉料理をご提供いたします。あなたの筋肉に菊肉を、詳しくは沖縄菊肉で検索。アルプロンはスポーツ栄養サプリメント会社、ドンキホーテやスポーツゼビオなど全国3000店舗でプロテインを中心に販売中。販売累計3000万袋突破。毎日飲むものだから安心安全なプロテインを。さあネットで検索、アルプロン。はい、早速ゲストの紹介したいと思います。最近焼肉ってナンパしてきました、クニユです。よろしくお願いします。自己紹介お願いします。クニユと申します。よろしくお願いします。クニユって本名教えてもらっていいですか。クニヨシユウです。クニヨシユウでクニユ、うん、はい、はい、クニユです。OK、 いつだっけ焼肉行ったの。多分先週金曜日ね。金曜日に、うん、ナンパして今日来てもらいました。ありがとうございます、わざわざ来ていただいて。ナンパされました。普通にナンパしてるって言ってるけど、もうナンパするようになったんですね。されるもうね、年齢的にやらないといけない。そう、する側になってしまった。そこ突っ込む。なんか、はい、はいってここに呼んだっていうことは、はい、そういう関係の方ということで、とりあえず。あ、そういう関係。そういう関係。ナンパし、違う違う、ナンパじゃない。トレーニングをやっている方で、トレーニングって主に何をやっているんですか、種目は。まあ、種目としてはもう自分はビッグスリー大好きなんで。出たビッグスリーとは。もう必ずビッグスリー、ベンチプレス、デッドリフト、はい、スクワットというもう王道なトレーニングですね、はい、もうこれが大好きなんで必ずトレーニングでやるようにしてますね。お、出た出た、ビッグスリー大好き。この間あの末吉光くんも、うん、ビッグ3好きって言ってました。なかなかいない。好き、サック好き。最初はビッグ3からやるんじゃないですか。ビッグ3好きな方ってなんか全体的に大きい人多いですよね。うん、多い多い。トレーニングやり始めたきっかけって何ですか。始めたきっかけは最初もうかなり太ってて、うん、体脂肪 35% ぐらい。35%。何歳の時それ。それはもう20前半ぐらいですね、うんうん、20前半ぐらいの時に 35% の体脂肪を抱えて抱えてダイエットしようってなったんですけど、うん、とりあえず何の知識もないんで、うん、とりあえず毎日10キロ走る、うん、あと朝昼晩春雨みたいな生活を繰り返したりと。もう女子か。女子。そうなんですよ、体脂肪から女子だ。それで痩せてきたんですけど、うん、やっぱ体細くなってもお腹ブヨブヨだと、これなんかちょっと違うぞということで、はい、いろいろ調べていったらダイエットにはどうやら筋トレが必要だということで、そこにたどり着いて、はい、そこからずっと筋トレやってる感じですね。学生時代スポーツはしてなかったんですか。小学校から、社会人ハンドボールをずっとやってました。ハンドボールしてたの。ハンドボールやって 35% になるんですか。ね、何食べてたの。何食べてましたかね。週8でラーメンを。あ、35% なるね。週 8って何ね。1回ダブルスプリット。もう日曜日はそうそう、ダブルスプリットで。ラーメンが好きだったんだ。そうですね、もうハイカーボハイファットな生活。ハイカーボハイファット、はい、でダイエットして
トレーニングして、はい、でビッグスリーにハマった。そうですね、ビッグスリー大好き、重いの持つの大好き。結局重量が上がっていくとだんだん楽しくなってくるってこと？あ、もう楽しくなっていきますね。うん、今どれぐらい上げるんですか？ベンチ、いやベンチプレスは今は大体どのぐらい、150キロとかですかね今大体。で、スクワット、スクワット、スクワットが190とかですかね。で、デッドリフト、デッドリフトが、210、20とか、そこら辺だと思いますね。トータルで、なんでトータルした？それがそのぐらい。なんでトータルした？ビッグ3ってトータルです。ビッグ3のトータル大事ですね。大会出場歴聞いてもいいですか？はい、去年初めてフィジーク出たんですけれども、うんうん、去年は長崎の再開オープン、うん、去年の7月に行われたやつですね、はい、あれに出場が1回、うん、今年はもう出ないで来年は一応検討中って感じですね。フィジークに出たいんですか？フィジーク、そうですね、フィジークとパワーリフティング、どっちも出たいので、じゃあまあどちらも並行してやってるような。パワーリフティングの大会も出たことはある？パワーリフティングの大会は去年、基地の大会に出たことがあります。うんうんうん、パワーリフティングの大会があれなんだよね、トータル？ビッグスリー、あー、うん、トータルで、うん、そうです、トータルですね。うん、楽しい。ビッグスリー嫌いだな、はい、ビッグスリー嫌いだな私考えたら一人ではやらないなと思ってまあベンチはまずやらないですわけ、うん、はい、ほぼほぼ必要かな。基礎作るにはいいと思います。うんうん、デッドぐらいかなやるの。うん、スクワットもそんなに重さ乗せないな、フォームの確認ぐらいはするけど。かなえさんが、うん、もしかしたらそのビッグスリーをちゃんとやり込むと、うん、一回りこのなんか厚みとか出てくると思うんです。本当、はい、じゃあ教えてもらおうかな。はい、あ、ビッグスリーですよ、ぜひやりましょうビッグスリーを。最後にあの静止君と、うん、最後やだなんかやだそれかなえさんごと上げそうっすね。そうそう逃げられないやつじゃんそれ。逃げれないやつ、逃げられないやつ、そういうことです。トレーニング以外に今どんな活動されてるんですかね？そうですね、今観光客とかですかね、うん、この観光客が来た時に自分があの無料で車でちょっと送迎してあげたりとか、そういったなんかサービスを提供したりはしてますね。でそれと一緒に今友達と一緒にやってるんですけれども、うんうん、連絡をくれた観光客を無料でまあいろんなとこ連れて行ったりして、うん、で友達がいろいろできる友達がいて、まあ、ウッドバーニングといって、うん、木に絵を描いて、この焼いて、なんですかね、この絵の色彩とかの調整をして、うん、その木に絵を描いていくみたいな感じの技術を持ってる友達がいるんで、うん、そういったものをちょっと観光のお土産にちょっとプレゼントしたりだったりとか、あと自分が動画制作とか編集とかを最近携わっているので、うん、旅の思い出みたいな感じの動画をずっと作ってあげて、うん、プレゼントしたりとか、そういったことは活動としてはやってありますね。焼肉行った時にほら手話の話してたじゃないですか。はい、ああはいはいはい、そうですね。今手話勉強中。手話勉強中です。なんで手話してるか分かる？じゃ前会った時聞いたんです。聞いた？なんでですか？あ、ですね、パーソナルトレーナー結構最近増えてきているんですけれども、うんうん、やっぱ県内県外問わず増えてきているんですけど、うん、耳の聞こえない人に対するパーソナルトレーニング指導ができる人っていうのがあまり僕の中ではいないですね、見当たらなくて、うんうん、ただもうその分野はちょっと僕の方で広めていきたいなということで、うん、手話の方は初めて、ね、でもさ、はい、トレーニングって結構専門用語じゃないですか、はいはい、が多いじゃないですか。それを手話で伝えるって難しくないですか？そう、難しいですね。挨拶とかぐらいだったら結構できそうだけど、うんうん、はいはいはい、なんかどうすんの、どうすんの、うん、ただやっぱ挨拶とかでもジェスチャーとか、あとそうジェスチャーがやっぱり多いですね、うんうん、専門なところに関しては、うんうんうん、今なんか見たことあるんですか？それで見たことまだ見てはいないですね。ただあの手話の沖縄県内の国体のバレーボールチームがあるんですけれども、はいはいはい、ちょっとそこに顔出して軽く指導をしたりとかっていうのはしてありますね。あ、すごい。そのウェイトトレーニングとはまた別なんですけれども。でもいいですね、いろんな、うん、なんていうの、ね、障害持ってる方とかでもこういうトレーニングっていうのに関わっていって前向きに、ね、はいはいはい、なっていってくれたらめっちゃいいなと。そうですね、すごいな。あのパーソナルの指導するとき、うん、専門用語いらなくないですか？いらないです。だから要はいらないってことですよね、うん、でも専門用語ばっかり喋る人がいるさ。ああ、私だってさ、あのマシンの名前もわからないもん。ああ、うん、やっとバーベル覚えてくれ
ぐらいなんか本当に筋肉の名前とか言われてもピンとこないんだよ。筋肉は覚えた方がいいです、うん、じゃあそれは自分がいいさ、はい、指導するときに何とか筋が何とかとかって言う必要なくない、はいはい、あでも筋肉は覚えた方がいいです。筋肉覚えないと意識できないです、うん、でつまり会話ができないです。でもさそれ素人に言っても分からないでしょ。それが分かるようになってきたら、うん、もっと筋肉ついてくるんですよ。でやっぱりついてきた人は分かってる人が多いです。完全に覚えなくてもいいと思うんですけど、うん、ここに何がいるっていうのを分かった方が、はいはい、例えばかなえさんと私が会話するときに、うんうん、私の名前知らなかったら会話できないじゃないですか、うん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 、それと一緒ですよ。でもさ手で触った方が教えやすいよ。あ、まあそうですね、うんうん、まあ、この認知というか認識できれば、うんうんうん、やっぱりそれは覚えた方がいい。ここに聞かすんだよっていうのは、はい、だからなんか私が初めてトレーニングした時に、はい、筋肉の名前とかトレーニングの名前を言われても分からなかったわけ。あ、何言ってるのって。あ、だからそれを考えたらやっぱりちょっと上級者とか中級者向けにはいいかもしれないけど、本当に素人の人に教える時って専門用語はいらないなって思った。はい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 。なんかもしかしたらその時に、うん、そのトレーナーのなんかもしかしたら言い方が楽しさがなかったかもしれないです。あ、楽しさ楽しく言ってみて。じゃあ専門用語で。いや専門用語なんか三角筋、この右の三角筋ちゃんが名前つけてもいいんですか。あ、サンちゃんとか。サンちゃん、そういいっすね。そう、あで、デルト君とかね。なんか最近おかしくなってるからさ、キャラクターが変わってる。いや絶対その方が楽しいじゃないですか。面白い、まあね、面白い、はい、なんかこの後背筋のところはなんか何ですか、ムササビとか。ムササビ。あ、確かに覚えやすいかもしれない。っていう風ななんか感じで。あ、タックはそうやって指導するね。そう、なんかちょっとムササビがちょっと楽しく言うようにします。タックはさ、指導してる時はいじり倒すよね。あ、カナエさんはいじってます。なんで人選んでるわけね。そう、選んでます。あ、そうなんね。いじった方がいい人はいじる。はい、いじった人。あ、大事ですね。大事ですね。なんじゃそりゃ。はい、すいません脱線して。はい、うん、何だった？専門用語いらないって。あ、いらないんじゃないかみたいな。あ、手話ではね。はい。うん、難しくなるならいらないかも。今後の活動についてなんですけど、はい、今後どういうのような活動をしていきたいか、はい、まあ、今後やっぱり手話勉強してるということもあるので、うん、まあ、ボディメイクだったりとか、うん、この運動っていうのを一応広めていきたいなっていうのもあるんですけれども、うん、それと一緒にやっぱりそれを広めながら、例えばもう自分が動画編集とか動画を作ったりしてるので、うん、そういったですかね、この手話をしている人たち、耳の聞こえない人たち、耳の聞こえない人たちは、こういった活動をしてますよとか、そういった広報という部分にも携わっていけたらなということで思ってはいますね。撮る方もやるんですか。撮る方ですか。撮る方もやります。動画撮るの、はい、私撮ってもらいたい。何を撮ってもらいたい。なんかめっちゃPV みたいなやつ、筋トレしてる PV みたいなやつ、死にかっこよく作ってほしい。それをそういいですね。ただ自分の宣伝使う。それはあれに載せるんですね。インスタとかサロンの、うんうん、サロンのホームページとかに、ね、いいですね。ちょっと後で話しようね。ここでまた交渉し始めしそうだから。はい、はい、じゃあ一旦 CM 行きましょうね。はい。78.0 亜熱帯ラジオ FM ナパ。じゃあ次のコーナー行きたいと思います、はい、今週の Q&A。 せっかくですねゲストに来ていただいているので、クニューから私たち2人に質問をお願いしてもいいですか。はい、わかりました。何でもいいですよ。はい、わかりました。人生相談でも何でも。いやもう僕周りであんまりがっつりしてる、がっつりトレーニングをしてる人っていうのがそこまでそんなにいなくて、たくさんもうちょくちょくつながりがあるぐらいなんですけれども、そういった方にちょっと聞いてみたいなって思うことがあって、はいはい、やっぱりこの何ですかね、この筋トレを追求している人たちっていうのは今何ですかね、このトレーニングが楽しいと思ってやっているのか、ちょっと義務感みたいなのでやっているのか、ちょっと気になってるところではありますね。私は楽しくてやってます。あ、楽しくないときは行きません。気持ち、体が欲したら行きます。お、いやストレス発散とか、はいはいはい、私お酒が飲めないし、はい、なので発散する場所がないんで。してるか。
でも今ストレス溜まったらちょっと体動かしに行こうとかっていうのでもちょっとなんか日常になってるかな、はい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 、なくてはならないものになりつつある。あただ確かに大会前は嫌になる時もありますよ、うん、なんか義務感の時もある、はいはい、でも一応目標があるから頑張れてる、うんうんうん、今オフなので結構適当にやってます、はいはい、サックは私は最近楽しくてやってたってことに気づきました。あのボディビル5年やってきて、うん、だんだん義務感になってたんですよ、パーソナルトレーナーとして働き始めて、うんまあ、その前もトレーナーしてて、うん、でその前格闘技してて、うん、なんか体を鍛えなければいけないみたいなのがだんだん強くなってたんですよ、うん、で最初は筋トレしてて力強くなったりとか、まあ、格闘技のパフォーマンス上がって楽しかったんですけど、うん、だんだんなんかトレーナーはトレーニングしないとダメとか、あ、まあ、もちろん真面目だからした方がいいと思うんですけど、うんうんうん、減量しないとダメとか、うん、なんかそれが強調されてきて、うん、で一旦大会に出ないっていう風になって徐々に、うん、あなんか義務感でやってること時もあったんだなっていうのを気づいて、じゃあ何が楽しかったのかなっていくとやっぱり自分の体が変わることが楽しかった、うん、じゃあ大会に出ることは何が楽しかったのかっていうと、うん、やっぱりなんていうんですかね、私の場合ポージングをやってる瞬間がやっぱ楽しかったっていうのと、はい、大会までにこういろいろ積み重ねてきて、うん、で大会のステージに上がる瞬間自分の集大成をこう披露するっていうこの高揚感っていうんですか、うん、確かに分かる、高揚感分かる、ステージに上がっていく時の高揚感が多分めちゃくちゃ楽しかったんだな、うんうんうん、っていうのでやってたんだろうなっていうのを最近気づいて、うんうん、だけどそのステージでの結果が思うようにいかなかった時にまた多分義務感に変わるんだろう、うん、勝つために勝つために、うんうんうん、はいはい、本当は楽しくてやってたはずなのに、うんうん、ってなったんで、うん、多分でもこれは休んでて見えてきたことだよね、そうですね、はい、だから楽しくもっとやっていきたいなとは思ってます、うんうんうん、はい、どんな感じなんですか冬は。自分は超楽しいですねそんなにだから大会とかにこだわってないでしょ。そうですね、もう今もとりあえずでかくなりてえっていうのが一番もっとそうですね、絞ったりとかはするわけ。まあ大会出たいっていう、なんか目標が決まったら絞るとは思うんですけれども、うん、今はとにかくでかくなりてえっていう気持ちが、もう幸せそうな顔して食べるわけご飯をうん、あれ見てたらいいんじゃない、絞らなくてももうこのままでいてって思う周りにいないんですか、じゃあ一緒にトレーニングする人とか。あ、いるんですけれどもそんなたくさんはいないですね、うん、もうジムで同じジムに通っててそこで知り合った人とか、あ、県内の大会も出たことがないんで、あ、そうか、あんまりこの競技者、県内の競技者ともつながったことそこまでなくて。他に何かありますかそうですね、やっぱりまあ、個人的なあれなんですけれども、この減量ってやっぱ大会前するじゃないですか、はい、減量期間ってどのぐらい設けてるのかよくあるやつ、ね、よくあるやつどうですか減量期間。今まではもう何ヶ月とか決めてたんですよ、うん、でこれからは決めないことになりました。自分がまず大会に出るっていう風になってない状態で満足いく状態まで来てから減量が始まるっていう。で、やっぱりストレスあんまりかけたくないじゃないですか、減量。だから結局は短い方がいいと思うんですよ、うん、特に食べるの好きな人、はいはい、ある程度短い方がいい、うん、でそれが3ヶ月なのか6ヶ月なのか、うん、大会出ないっていう体で減量してみたりと。あでどこ何ヶ月ぐらいからイライラしてくるとかこれぐらいからイライラしてくるっていうのが分かって、まあ、プレーの減量みたいな感じでやって、はい、でそれを次に生かして、うん、来年とかにやっていくと、そしたらストレスなく自分だけの減量ができると思うんで、あ、先に大会って決めたらもう多分そこからイライラというかストレスがどんどん溜まっていくんですよ、はいはいはい、なので自分に合った方法でしっかり結果の出る方法をつかむのを1年ぐらいかけてもいいと思います、うん、はい、私あんまり減量しないんですよそうなんですか。でもともと増やさないんですよ。じゃあ幅も あんま食べないんですか、そんながっつり。いやっていうか別に我慢してないから、あ、終わってからあれ食べるこれ食べるっていうのしないんですよね、はい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 、だから 1,2 キロのレベルです減らして。お、
超いいですね。そう、体脂肪率を若干なんか脂質をちょっと抑えめにするぐらいかな、はい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 、大会前は太ってる見たことないですよね、はあ、すげえ、うん、そう、だいたい腹筋は出てる。おお、かっこいいな。うん、ただ一応絞まないようにしないとなって思ってる。はいはいはい、はい、うん、食べ、あの、意識しないと余計にご飯食べなくなっちゃうんで、うん、私の場合は、はいはい、だからちゃんと食べるようにしようって思ってる。逆に、あ、なるほど。ただ前回の今回今年の大会は結構いろんなこと試しましたよ。糖質制限したり脂質制限したり、うん、どんな体が反応、体の反応を見て、うん、結局普段通りの生活が良かった一番。あ、ね、動く量を増やす方が一番良かった、はい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 、私は。だから多分もし来年あるとしたら、そんなに多分何ヶ月っていう減量するんではなくて、うん、普段の生活にプラスアルファ運動量を増やしていくっていう形でやっていきたいなって思ってます。あ、なるほど、うん、そしたらストレスかからないのかなと思って、はいはいはい、まあ、減量とかダイエットによって何を得たいかじゃないですか、うん、どんな体を得たいかを決めていけば、うん、そうそうそう、私はやっぱ健康的に大会に出るにしても、やっぱり最終は健康的に美しくたい、うん、最終なんで、うんうんうん、それで大会の勝ち負けでは私はないので、はい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 、そこかな。もう勝ちたい人はね、そう、とことんやればいいと思うし、はいはいはい、やっぱ大会になると、うん、あの評価が必ずついてくるんで、うんうん、否定がついてもある、うんうんうん、そうするとちょっときつくなる時もあると思います、うんうんうん、でもそれはもう1年2年3年って出てみて、うん、自分が ね、気持ちが余裕が出てくると思うし、はいはい、だから人それぞれなのかなと思いますけどね。減量、うんうん、きついですか？減量、ああ、去年やった時は超きつかったですね。初めてあんな。何やったの？何をやった？やったん。ささみばっか食べてた。ささみ、いや、馬刺しが多かったですね自分は。ああ、金持ちさ。ね、馬刺し金持ちよね。なんかね。うん。馬刺しなんかいいって言うんですよ。うん、馬刺しはいいよね。赤身だしね。馬刺しと馬刺しばっかり食べてた。いや、馬刺し、あ、馬刺しと鶏と牛赤身を行ったり来たりぐらいの感じで。あ、でお米抜いてたの？米は結構食べてましたね。うん、2合ぐらい。甘いの食べないようにしてたとかそんな感じ。あ、そうです。もう脂質は抑えたりはしたんですけれども、うん、僕も運動量上げる感じでやってました。いいんじゃないでしょうか。うんうん、はい、じゃあこんな感じでいいですかね。はい、あとちょっとなんで、じゃあそのままエンディングに、はい、お願いします。今日の収録初めてですか、ラジオ？はい、初めてです。いかがでしたか？ああ、はあ、なんかすごくこのこれ雰囲気いいですね。なんかすいいですか？はい、グニューがめっちゃ雰囲気いいんだよ多分。ね、緊張感もなくね、すごい雰囲気で、ほがらかに話すし、いい感じに喋ってるので、ね、みんな緊張してカチカチになってるから。あ、そうなんですか。こっちまで伝わってくるんですね。で、かなえさん噛む。そう、噛む。今日は若干噛んではいるけどね。今日はなんとか大丈夫みたい。なんかイベントの告知などありますか？あります？私は特に今のところ大丈夫ですか、はい、ちょっとだけじゃ報告を。去った日月曜日に、はい、沖縄フィットネスガールズのバーベキューが開催されました、はい、15名ぐらいですかね、参加者いたんですけど、はいはい、なんかね、子供がいっぱいいたわけ。あ、わちゃわちゃしてね、はい、あんまりみんなで集合っていうのはできなかったんですけど、一応それなりに今までインスタでしかあって繋がってない人たちが顔を合わせて LINE 交換したり、はいはい、インスタグラムのアカウント交換したりして、大会の情報交換をしているのを見られたので、はい、まあ、1回目としては良かったのかなと。うん、来年もまたやっていこうかなと思っています。はい、ありがとう、ご参加いただきありがとうございました。なんかグループでこのみんな集まって、うん、まあ、指揮する人が3人ぐらいいて、はい、そのレッスンとかね、やってもいいかもしれないです。そうですね、うん、それもやっていきたいですね。絶対面白いです、うん、はい、でみんな結構大会も団体別でいろいっぱいいたんですよ。 JBBF 出てる人、はいはい、NPC 出てる人で、うん、ベストボディ出る人っていうのが、はい、だからそういうのもね、いろんな大会の情報交換もできるので、うん、いいなと思って、次はもう子供なしで夜集まろうねっていう話もやっぱ子供がいると子供集中しちゃうんで ね、うん、話がなかなかできなかったっていうのはちょっと反省点だったなと思うんですけど、はい、まあ、最初だったのでよかったかなと思います。はい、はい、じゃあ Q&A コーナーへの質問は LINE アットにて受け付けております。 ID 検索で AHK5132Y、 私はサックのインスタの DM でも受け付けています。はい、番組内で採用された方には豪華プレゼントを用意しています。はい、ぜひたくさんの質問お待ちしています。この番組はスポーツ栄養サプリメント会社アルプロン、高タンパク低カロリーの肉料理専門店キクニク、石垣島の歌と料理の店アッパリシャンの提供でお送りしました。また来週もよろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。はい。